ようこそいちごキッチンへ。こんにちは、藤田ひろこです。今日はこちらパン切りナイフせせらぎでいろんなものをカットしていきたいと思います。この番組では藤田ひろこのおすすめ情報やパン作りのコツなどをお伝えしております。よろしければチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。こちらベルのマークを押して通知をオンにしておいていただくと最新情報が届きます。こちらの方もぜひチェックしておいてくださいね。それでは今日もいちごキッチンオープンです。はい、じゃあ今日は私のお気に入り紹介ということで、こちらじゃじゃん、パン切りナイフせせらぎで実際にねいろんなものをカットしていきたいと思います。で今日はついにこのロゴ入りのボードとお揃いで使っていきます。そう、パン切りナイフって皆さん何お使いですかね。パン切りナイフせせらぎに出会うまではこういろんなナイフを買っては、まあ、使ってみてそれなりに満足するんだけど、また次のものをなんとなくこう探すみたいなことが数年続いてたんですけれども、このねせせらぎちゃんに出会ってからはもう一途にこの子を愛し続けております。ということで、教室でもねすごくあの愛用者さん多いんですけれども、実際にあのどのぐらいせせらぎが素晴らしいのかっていうことをあの切ってね見ていただいて納得いただけたらと思っております。で今日は、教室のねすぐそばにあるアンジェターブルさんというね大泉の駅前にあるパン屋さんで焼きたてをゲットしてきましたということで、立派な、バタールさんをですねカットしていきたいと思います。で、こういうあのフランスパン系ですね、何が難しいかっていうと、これ外がバリバリなんですよね。でも中は水分があってねっちりしてたりとかするので、切れ味が悪い包丁で切っちゃうとなかなかここ入っていかないんですけど、実際にはどうでしょうか。いやドキドキしますね。なんか実演で第一刀を入れるってね、結婚式のケーキ入刀ぐらい今緊張しておりますがはい、じゃあ今日は一人で入刀したいと思います。いきます。あ、すごい。や、いいわ、いい。じゃん、パカン。やだ、美味しい。いや、何がいいかって切れ味ほんと素晴らしいね。あのね、せせらぎの凄さってここの、あの刃の見えますか、ここの波刃の幅がちょっと違うんですよ。先っちょの方はこう幅が広く取ってあってちょっと細かい感じになっていて、その最初に捉える時の、なんか私ねせせらぎを言う時が捉える力があるっていう話をするんですけど、こう生地をねこうやって切った時に、いやもう切らなくていいのにさあの切っちゃう、そう、気持ちいいから切っちゃうパターンですよ。そう、あの滑らずにスッと入っていくんですよね。こう吸い付くような感覚があるのがこのせせらぎさんのすごいいいとこなんですけれども、で、これねあの大きなサイズと小さいサイズとあって、あのたまにどっちのサイズの方があの最初に持つのでいいですかっていうふうに聞かれるんですけど、最初の1本って考えるとやっぱり圧倒的に大きな方、大は小を兼ねるで、あの長いものを持っていただいた方がいいと思います。ただねこっちで切るとどんな感じか、小さい方でいきますね。あー、このコンパクト感の素晴らしさよ、ほらなんか、いや知ってることなんですけど、なんか改めてめちゃくちゃいいよ。なのであのこのコンパクトさは卓上だとか、あとアウトドアでピクニックとかに行くときに1本持っていくとすごく便利で、これカバーもついてるからこんな風にね持ち運びができるんですけど、すごいあのこのコンパクトさも非常に便利で、切れ味はもちろんどっちも変わらないので、すごくもう綺麗に気持ちよく、うん、焼きたてのフランスパンも切れます。はい、じゃあ続きましてこちらのじゃん、食パンマン様カットいきたいと思います。さっきまで本当にあの焼きたて熱々湯気が出るようなものをカットしていただいたんですけれども、これをあの焼きたての食パンってやっぱ切るの難しいんですよね。で、食パンなんですけど、皆さんね上からこういう風に切りがちですけど、まあ、これでもせせらぎさんならカットできます。でもまっすぐ切ろうと思ったら意外と横に倒して、うん、カットしてあげるといい感じに切れるので、いや、あ、やっぱりね焼きたてだからちょっと、わっ、美しい
ちょっと切り跡残っちゃいましたが、もう今日本当に焼きたてのパンなので、通常焼きたてのパンってどうしてもあのこの目が潰れやすいし団子状になりやすいし、そもそもでこの刃が入っていかないので、ここまで綺麗な状態では切れないんですね。でさっきあの前半ちょっと私がギコギコやりすぎたので、そのギコギコ跡みたいなのは残ってますが、あの焼きたてでパン屋さんでもなくてこのレベルっていうのはなかなか、あの切れるナイフってないので、この辺の切れ味の良さがやっぱせせらぎの素晴らしさだなって思ってます。で、せせらぎってこのハード系からソフトなパンまでオールマイティに使えるんですよね。それが本当にすごいところ で最後にあのパンではクロワッサンをちょっとカットしていきたいと思うんですけど、クロワッサンってすごく層がデリケートなので、この子はあの切れないナイフでカットするともう潰れてバラバラになってっていうことになるんですけど、こちらもねあのせせらぎでカットしてみたいと思います。はい、ではねクロワッサンもカットしてみたいと思います。で私はあの家でねパンを買うときに、結構パン屋さんから買ってきたときとか、まあ、試作のときもそうなんですけど、卓上でテーブルについてからあのパンを家族とシェアするってすごく多いんですよ。でそれで行くときにあのこの卓上サイズ14センチはものすごく便利で、やっぱり大きいとそれだけ置くのに場所も取るし、こう動きが大きくなってしまうんですけれども、このミニサイズ14センチサイズだと卓上でコンパクトに使えるっていうのがすごく便利なんですね。なので、クロワッサンはねちょっとこのサイズで行ってみたいと思います。じゃあ行きます。おすごい、いやすごい、それはすごいすごい、クロワッサンで潰れないんですか、ね、そう気持ちいいでしょ、うん、あこれが潰れないのすごくない、すごい美しいでございますね。もうでこの見てください、このカスの多さというかペラペラしてるけど、あのこれが切れないナイフでやっちゃうともうボロボロになるんですよ。ここの特にトップの部分なんかはまず剥がれますよね、うん、クロワッサン断面って初めて見た、私もこんな綺麗なの初めて見たから、しかもあの模範的にやっぱり美しいですね。蜂の巣状と言いまして、うん、こういう風になってると、この断面を見て分かることはこの軽やかなクロワッサンなんだろうなっていうことがとてもよく分かる、うん、そんな断面、いや美しいですね、な気持ちいい断面ですね、うんうん、なのであの焼きたてのパンとか、あと固いあのフランスパンとか、こういう脆いねクロワッサンですとかデニッシュ系なんかであのデリケートなものをカットするっていうのにもせせらぎはすごくあの相性がいいナイフになります。はい、続きましてエントリーナンバー4番、はい、急に4番ですけどはい、シフォンケーキです。これ焼きましたよ、撮影前日にね焼いてきたものをカットしたいと思います。でこれもあの大きなナイフでいくと一気にいけますし、小さいので、まあ、ちょこちょこ切ってもいいですし、ではカットします。このシフォンケーキってふわふわなんですよ。なので、切れないナイフでいくとこうぐちゃってこう押しつぶすような感じになるんですけど、さあどうでしょう、いきまーす、せーので、いいですね、もう文句なし でこんな感じでもう本当に切れ味がいいからふわふわなんですよ。わかります、この気持ちよさ、この気持ちよさ、すごい、スーッと切れる、やってみるってぐらい。2人ちょっと切ってみます、そっちで、やりたい ねやってやって、はい、はい、じゃあ編集のねニコちゃんが今せせらぎデビューをいたします。はい、行ってください、どうぞ。ちょっと私下手くそかも。でもすごい。いや、すっごい、あの見てたら分かんないぐらいふわふわです。だけど全然切れます。ふわふわですよ。本当だ、すごい。おー。めっちゃもうね、アッピーがなんかね、まるであの釣ってきた魚をさばくような鮮やかな手さばきで今スーッとこう引いて切ってくれたんですけど、これじゃあめちゃくちゃどうぞどうぞ食べてください。そうそうそう、減って帰ってきましたいやそれぐらいもうせせらぎはね気持ちいいぐらいカットできるっていうこと、ふわふわすぎる、ね、すごいでしょ、ふわ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 を潰さずに切れると、ねね、そうでしょそうなんですよ、せせらぎめっちゃ優秀なんですよ。もうほらシフォンケーキ、ふわふわ、おいしい、おいしいね。きれいにカットできることって何で重要かっていう話なんですけれども、あの要はお魚をさばくときに職人さんがこう包丁をよく研いでるのと
同じ原理で、こう綺麗にカットできると細胞もこう綺麗にカットできるんですね。するとやっぱ味わいにキレがあったりクリアさがあったり、やっぱりボロボロしてるとそれだけあの断面が乱れるっていうことなので、口に入った時の印象が団子状だったりやっぱりあの違いが出てくるので、ぜひぜひあの美味しいパンを食べる時にはこのいい、ね、ナイフ、こだわりのナイフを使っていただくっていうのもすごくあのおすすめのポイントになります。はい、じゃあ最後ですね、ラストアンカーはトマトさんになります、ね、こうみんなを悩ますトマトさん。トマトはほらツルツルしてるからなかなかこう歯が入っていかないのの代表選手ですよね。包丁を研いであるか研いでないかっていうのはトマトを切るとよくわかるっていうね話ですけど、こちらせせらぎのミニでちょっといきたいと思います。せーの、アーモンアーモンアーモン、せせらぎさんありがとうみたいな、もうなんだろうねこの気持ちの良さね。いやもう入りがさ、だからあの最初に言ったんですけど、こう捉える感じがするって伝えたと思うんですけど、こうなんか吸いつくような食いつくようなその食材をパクッとこう食べてスッといってくれる、そんなスムーズさがあるんですよね。いやもう本当にあのサンクラフトさん、これ作ってるね会社さん、あの岐阜の関市にあるあのメーカーさんなんですけれども、こだわりを持って開発をされて、で実際にあの職人さんが一つ一つ手作りで作ってるっていうね、すごいあのこだわりの品になるんですよ、うん、で私このパン切りナイフを愛しすぎて、皆さん先ほどからお気づきかもしれないですけれども、いちごキッチンのロゴをこんな風に入れていただいてる次第です。これはいちごキッチン限定で販売しているものになりまして、あのいちごキッチンの通販サイトで購入できるようにしてますので、よろしかったらそちら概要欄に貼っておきますね。これはあのパンだけじゃなくって、今日お伝えしたようにシフォンケーキとか繊細なあのこういったケーキですとか、あのトマトですね、あと切りにくい巻き寿司とか、今日ご用意してないですけど、ローストビーフとかチーズとか、そういったものもとても切れるナイフになってます。なのでまず1本目はこの長いサイズが一番おすすめで、結局のところ2本皆さん買うんですよ生徒さんは。いや本当そう、うん、でやっぱり用途が違うと言いますか、卓上で使うにはこれが圧倒的に便利 でパーティーの時とか、あの取り分けの時とかにもうテーブルにボードと一緒に置いといて、こうセルフでねカットしながら食べるっていうね。ローストビーフも手作りで好きな厚さでカットしてください、最高ですよあのそう今日はね、ご用意がないビーフはないですけれども、皆さんもぜひこの切れ味は、手元でね試していただけたらと思います。いやこれこっち向きどこまで、いやもうなんかさ、ほら私実はね自慢じゃないけど包丁苦手なんですよ。でもさそんな私でもさ、こんなに、あ、こんなに薄くって言って、ほらやっぱり得意じゃないとこ、やっぱりちょっと得意じゃないとこ出ちゃった、ごめん、これはナイフのせいではありません、技術の問題です。ほら、まあ綺麗、美しい感じで薄く切れますよね、奥さん、はいはいということで、いや本当素晴らしいですね、せせらぎさん、はい、もう皆さんにもぜひ体験していただきたい素晴らしさです。いやすごい